ですね。うん、心配凝ってます。あ、痛い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 ですね。辛いですね。痛い痛すぎて涙が。ご視聴ありがとうございます。本日はモーハさんにいらしていただいてます。はい、肩と、はい、肩甲骨周りを柔らかくしたい。めちゃくちゃ硬い運動。あ、もう痛い。ツアーつけるときとかの昔からつけらんない。あ、もう前に、あ、前でやってる。よろしくお願いいたします。下を乗せますね。今こう触ってた感じ、はい、左の方が肩のこの肩甲骨感とか、うん、硬さ厚みが強いような感じあるんですけど、うん、自覚とかもそうですか。あ、なんかでも全体的になんか左側の方が、はい、なんか足も含めて調子悪いっていうか、なんかね、硬い。あ、そうなんですね。はい、です。はい、かしこまりました。触ると取るのがね、寒くなっちゃうからね。行かないでって。もうちょっと温めておきましょうか。冬だと余計そう。余計ね。一応ね、部屋温めてはあるんですけどね、ちょっとやっぱり一回熱く暖かくなるから。こういったので曇りがね。どうしても温度がね、気化熱もあるからね、スーッと寒くなっちゃうっていうね。その存在大きいんだよ、いつも。そうですよね。なんだこのなんか蒸しタオルを永遠永遠温めてくれるっていう。蒸しタオル60分間めっちゃ蒸しタオル使いますね。確かに洗濯大変だけど弱りそう。まあなんか似たようなことはありそうですよね。なんかちょっと ね、あのなんだろう、その温めるコースみたいなのは、お風呂とかね、実際なんかよもぎ蒸しとかさ、ね、なんか部分的に温めるのあるもんね。そうだよね、包まれたいんだよね、多分人は。そうですね。だってこうちょっと湿ってて暖かいっていうのが気持ちいいんでしょうね。いやね、そうだよね。保湿もできるしね。そうだよね。蒸しタオルでだいぶお背中温まってますね、今。はい、よかった。はい、ホットストーブ使いましょうか、もしだったら。ああね、これ気持ちいいですね。
かね。うん、心が凝ってます。痛すぎて涙出てた。そうなんですよ。これこういうところの凝りが結構肩こりに直結するので、あ、痛い、はい、腕が後ろに行きにくい理由の一つはこの辺もありますからね。あ、はい、痛い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 ですね。辛いですね。痛い痛い本気で痛い。すごい嫌がっちゃってますね。だけっていうかですけど、指冷たいですもんね。あ、you
お疲れ様でした。すみません。不祥なんですね。そう、うん、私もそうなんでちょっと、はい、辛いですね。え、でもやっぱ体なんかこう健康に整えてるからか、うん、例年よりは楽です。全然それは良かった、はい、ね、やっぱこう溜めちゃうと体の中に悪いもの溜まってると、うん、よりひどく出るとかあるので ね、はい、免疫力を上げて保しておくと、はい、結構体調軽く、ね、違くなりますよね。でも最初よりはやっぱり、うん、上がりますね。はい、てますね。あの結果を横から見たときに、はい、真っ直ぐに、はい、確かお腹なんかへこんだなってさっき着替えたとき思った、うん、ね、いやだいぶ体重軽いです。感覚として ね、 ね、体重軽いよ。またよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ももはさんはね、はい、インスタグラムスレッズやってらっしゃるんで、はい、こちらのリンク貼っておきますね。お願いします。はい、いつもねこの動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。皆さんのねコメントいつも読ませていただいてます。この動画に限らずですね、動画のリクエストとかが良かった悪かったなどご意見ご感想お待ちしております。はい、どんどんお寄せください。よろしくお願いいたします。お願いします。See you!